近藤浩二は主にゲームミュージックを手掛ける作曲家である愛知県名古屋市出身大阪芸術大学芸術学部芸術計画学科卒業後1984年4月に任天堂に入社した手塚隆史とは同期任天堂にとっては音楽専門スタッフとして初めて採用された分業化が進んでいく中で サウンドの専門家の必要性が高まり、採用に至った。入社2年目で、スーパーマリオブラザーズの音楽を担当することになったが、共に仕事をしていた、宮本シュゲルは、音楽を専門に勉強してきた人とやってよかったなぁ、と実感したという。初期の頃は、サウンドプログラム、効果音、音楽をすべて一人で担当していた。任天堂での役職は、 情報開発本部技術部技術科課,課長サウンド担当。スーパーマリオブラザーズやゼルダの伝説などの音楽を作曲した人物として、日本国内のみならず、日本国外でも著名である。近藤自身も、ライブや、プライベートなどでピアノを弾くことがある。ゼルダの伝説ムジュラの仮面や、スーパーマリオサンシャインなどを最後に、メインコンポーザーとして作曲する作品は減り、現在は主に、 サウンドスタッフの統括など指導的な立場にある。しかし本人はワイヤードニュースの VGL、工事近藤インタビューではできればまたゲーム全体の音楽の作曲をしたいという趣旨の発言をしている。音楽的に大きな影響を受けたのは渡辺貞夫。スーパーマリオブラザーズの地上 BGM も渡辺の影響を受けて作ったという。学生の頃は ディープパープルやイエスといったロックミュージックにも傾倒していた。また、幼少時にエレクトーンの教室に通っていて、ポピュラー音楽を中心に音楽の素養を広げていたといい、クラシック音楽の専門的な勉強は全くしてこなかったという。近藤浩二太字表記の作品はメインで担当したタイトル。社長が聞くスーパーマリオ25周年より、 ニンテンドーの近藤工事士、マリオ、ゼルガのサウンドを語るインタラクティブなゲーム音楽を作る多彩な手法より、シカゴでマリオに出会う、アンジェラー気公式ブログより、VGL 工事近藤インタビューより、VGL 工事近藤インタビューの日本語訳より、クリエイターズファイル第104回より、ニンテンドードリーム2005年11月号、杉山孝一、 近藤工事ビッグ対談より、ディスクシステムで発売された、夢工場ドキドキパニックのロム一色版。A 代は、スーパーマリオブロス2で当初は、国外で、のみの発売であり、逆輸入の際に開体された。社長が聞く、スーパーマリオコレクションスペシャルパックサウンドトラック、CD 編後近藤工事の CD 収録曲解説より、任天堂社長が聞く、 スーパーマリオギャラクシーボリューム3サウンドスタッフ編より、社長が聞く、スーパーマリオコレクションスペシャルパックサウンドトラック、CD 編6、近藤浩治の CD 収録曲解説より、スマブラ券、スーパーマリオブラザーズ、地上 BGM より、ありがとうございます。